ヴィッセル神戸、小川慶次郎。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。ブラジルのロナウドに憧れてます。98ワールドカップの総集編がテレビでやってたんで、そこであの圧倒的なスピードっていうか、相手ディフェンスを置き去りにするスピードっていうのに憧れてました。ロナウド、ブラジル代表として4度のワールドカップに出場。2002年の日韓大会では得点王に輝き、優勝へと導いたストライカー。まあ、近づきたいっていう、超えたいっていう思いはすごい強かったです。まあ、相手が 2,3 人いてもドリブルで仕掛けるってことはすごい意識して、やっぱり数的不利でも突破できるぐらいの力、個別練習っていうよりゲームの中で意識して練習してます。スピードに関してはあのロナウドの突破っていうのはすごい意識してますけど、すごいテクニックのある選手だと思うので、まあ、そこを僕もやっぱりテクニックっていうのは追求してますけど、やっぱり今はスピードでしか生きてないなっていうのがあるので、まあ、差はしてしまったとは思ってないですけど、やっぱりこれからそのシュートのテクニックであったり、ドリブルで相手を外すタイミングのうまさとか、そういうテクニックの部分を身につけて成長していきたいと思います。小川慶次郎のヒーロー。